なんたら赤玉。原歩。美しい文章の例え。原歩赤玉。美しい文章の例え。だからいや、西尾維新作品ってさ、俺すごい好きで、なんで好きかっていうと、もう原歩赤玉なんだよねって。いうことですね。美しい文章の例え。原歩赤玉。原歩は、公論三条にあるとされる千人の遺書。赤玉は積み重なる玉のこと。まるでわからん。原歩もわからんし、赤玉もわからんし、原歩赤玉もわからん。なんかわかりやすいイメージないか、お前。原歩赤玉ないなぁ。ないなぁ。こういうこと？あ、こういうこと？なんか、仙人がいるって言うからさ、なんか仙人ってなんか、あれじゃん、なんか霞食べるとか言うじゃん。だからなんか、もっと山の中とかさ、もう霞がかかったような、風景みたいなの想像してたけど、原歩って何？こういうこと？何このゲーミングお寺？何このゲーミング寺院は？このゲーミング寺院は、南京にあるらしいですね。ゲーミング寺院は南京であります。ちょっと行ってみたいね、これ。このゲーミング寺院は。すごいね。寺院をさ、寺をさ、あんな光らす。あんな色に光らす。絶対、あれだろ、僧侶、ゲーマーだろと思ったら、これ、神父もゲーマーだわ、これ。何このゲーミング結婚式場は。これも南京じゃない。南京はさ、もうゲーミングばっかなんだけど。ゲーミング南京じゃん、これも。次。禅門。じゃ、門前ジャクラを張る。門前ジャクラ？門前ジャクラってなんだ？え？ジャクラ。訪れる人もなく、門前に群がるスズメを、ジャクラで捉えることができるぐらい、寂れている様子。ジャクラってなんだ？ジャクラとは、ジャクラか、これが。これで、スズメ捕らえられるから、絶対逃げるだろ、スズメ。逃げ出すだろ、こんな。つか、めちゃくちゃ何錆びれた門の前に、この人たちいたら、それこそ誰も近寄らないだろ。ジャクラって何まるで何かを捕らえる、なんか、ものが出てこないんだけど。ジャクラ。もうスズメ焼いちゃってんじゃん。駿河の富士と一里塚。駿河。カンバル駿河。比べ物にならないことの例え、一里塚は江戸時代の街道で人里ごとに盛られた距離を表す目印の塚のことで、それと富士山を使う、比べるということから、こういうこと？これが一里塚？あ、東海道一里塚って書いてある。へえ。だから、距離を測るためにあそこからこっちの塚までは何メートルでっていうのが決まってるのかな。だから距離を示すための塚。チンコやないかい。